奥井正美は、日本の女性シンガーソングライター、作詞家、作曲家、音楽プロデューサー。スレイヤーズ、少女革命ウテナなど、テレビアニメの主題歌を数多く手掛けている。スター・チャイルド、キング・レコード、エボリューションを経て、ランティスで活動。兵庫県伊丹市出身。大阪芸術大学芸術学部を中退。血液型は、A 型。 1989年から斉藤幸、原田智代、ウィンクなどのバックコーラスを担当する。1990年から4年間、松藤由美のコーラスを務めた。1993年にシングル、誰よりもずっと、で、キングレコードより、ソロ歌手デビュー。以後は主に、テレビアニメの主題歌を多く手掛け、ラジオパーソナリティとしても活動。また、 楽曲提供や雑誌へのエッセイ連載などでも活動する。デビューして8年間、矢吹と志郎のプロデュースを受けていたが、矢吹と徐々に楽曲制作のあり方をめぐって、それが合わなくなる。2001年に所属していた矢吹の事務所から独立し、本格的にセルフプロデュースを開始する。また、石田洋子にパワーオブラブを提供するなど、徐々に 音楽プロデューサーの活動も開始する。2003年には、ジャムプロジェクトに加入したり、米倉千尋と、RORS を結成したりといった、ソロ以外の活動を積極的に始めた。2004年には、キングレコードから独立し、自主レーベル、エボリューションを設立。同年に始まったラジオ番組、奥井正美王ライブでは、アニメ専門形態ギメロサイト、 アニメロミックスとの共催でオーディションを開催して、大見里へをデビューさせた。以後プロデュースを務めた。2006年から2009年にかけて、テレビ番組、チューンズの司会を務め、多くのアニメソングを歌う著名人と交流を果たした。2005年から、アニメイロサマーライブのメインアーティストとして、活躍している。2019年3月1日、平成アニソン大賞において、 リンブレボリューションが作詞賞に選出された。誕生日にバースライブとしてライブを行うことが恒例。奥井個人のライブツアーとしては年1から2回行われる。2006年のライブではタオルを振って応援する曲としてシャッフルを歌った。同年の大晦日にはカウントダウンライブを渋谷王イーストで行った。レイジー、松藤谷由み。 竹内マリアに影響を受けている。影山広信良が率いるレイジーのファンで、最も影響を受けたバンドもレイジーであると語っている。中学生の頃は、レイジーと共演するためにアイドルを目指していたとも、明かしている。2009年9月27日に行われたライブイベント、ランティス祭りにて、レイジーと初共演し、呼び込みの段階で、感激のあまりステージの上で涙を流した。 松藤谷由美のツアーコーラス参加について、先に参加を果たしていた高橋洋子と知り合い、当時のツアーでやっていたコーラスの振り付けを教わって、猛練習してからオーディションに臨んだ。結果、オーディション募集要項の規定身長に満たなかったにも、かかわらず合格したという。林原めぐみとは、デュエット曲、Get Along 以来の進行があり、放送時間帯が連続する。 互いのラジオ番組へ、ゲスト出演、番組を宣伝することもキングレコード所属時には、たびたびあった。とはいえ、プライベートに踏み込むほどの進行があるわけでもなく、このような関係で友達と呼び合うのは、不自然であるとの思いから、互いに、友達と呼ぶことはないという。デビルマンの不動アキラのような男性がタイプであるという。なお、かつて毎日放送で放送されていた。 素人名人会に出場し、名人賞を獲得したことがある。現実問題としては無理だが、生き様として80歳まで歌いたいと2010年にブログに書いた。奥岩2006年のライブでも80歳までを呼びかけていた。オリジナルアルバムその他のアルバム作詞、作曲作曲作詞コーラスアレンジ、東京公演は震災の影響で2011年5月19日、 東京渋谷をイースと過ぎ去りし、バースデースペシャル、ホワイトエレクトリックワールドブリッジャーに振り返、ありがとうございます。